はい、皆様おはようございます。10月の19日午前11時34分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様今日はものすごく重要な日でございましょう。何か、あちらでございます。プロシェアーズのビットコインのね、先物 ETF が、ニューヨークの証券取引所で、今日の日本時間の夜ですかね、取り扱い開始、取引開始ということで、ものすごくね、重要な日になっております。実際問題も先ほど先に言いますけれども、事実売りはね、まあ、どうでございましょうか。ちょっとほら、直近で言うと、2日前、昨日もですかね、あちら5万9000ドルぐらいまでパーンと下にね、下髭つけてパーンと下げてきてたと思うんでございますけれども、一応ね、5万9000ドル、まあ、ないしは6万ドル付近でしょうか。あの付近で、買い支えが、まあ、強い買い圧がね、かかっておりまして、反発をしてきておりますから、まあ、いわゆる6万ドルというね、節目切り板、まあ、いわゆる私が設定しておりました上昇チャンネル、まあ後で見ていきますけど、上昇チャンネルのもともとね、レジスタンスとなっていたラインですよ。上を頭を押さえつけられていたラインが今きちんとね、サポートとして、機能しているのかなと。あそこに差し掛かったらやっぱりね、押し目買いのポイントとして買い圧が、まあ、いわゆる買いをね、入れる方が多いんじゃないかなということで、ある程度底堅い印象はありますけれども、取り扱い開始した直後にね、どうなっていくのかっていうのがちょっとね、まだまあ、謎に包まれているというか、まだわかりませんので、まあ、ちょっとね、そこは注意をしておくべきかなということでございます。取り扱い開始された直後ね、買いがガーッとね、現物の方にも入ってきてくれれば、まあ、嬉しきかなということでございますけれども、そこからもしかしたらね、本当に今日明日あたりで、ワンチャンでございますよ。皆様もう先に言いますけれども、本当にね、ものすごいね、大相場が突入する記念すべき日にね、もしかしたらなるかもしれませんから、今日明日あたりでございます。ですけれども、反面ね、本当に取り扱いが開始されて、ある意味そこでの事実売りが起こってね、バチョーンって下にね、下ぼってくる可能性もありますから、ちょっとね、こうどちらに動くかなかなかね、分かりづらいところでございましょうけれども、そこら辺ね、こう注意していきましょうと。ですから、もう悩んでね、もうどっちに行くか分かんないなと思う方がいるんであれば、なるべく無理なね、ポジション取りはちょっとこうね、控えた方がいいかもなという日に、今日はなっておりますから、そこはね、注意をしておいてください。はい、ですから、まあ今日はね、本当に日本時間の夜でございましょうか、注目のね、日になるんじゃないのかなということで、まあ、ある意味楽しみな反面ね、どういった感じで動くのかっていうのをちょっと注意して見ておきましょうということでございます。まあ一応ね、あちら、チャートを見て、いただいて、からの話になるでございましょうからね、そこはよろしくお願いいたします。はい、そして、今日、こちらまずね、今見ていただいているものは私のツイッターの方になります。はい、ビットマン TV でございますね。はい、こちらツイッターも同じ名前でやらさせておりまし、やらさせていただいておりまして、今ですね、4457名様が、フォロワーとしていらっしゃいます。昨日から10名ほどの方が、こちらフォローをしていただいたということで、本当にですね、ありがとうございます。そして上から下に流していきましょうけれども、いきますけれどもね、ごめんなさいね、私が、配信をした動画並びにこちらでございますね。はい、画像でね、ビットコインであるとかポーカーですかね、ちょっと今18円ぐらいまで落ちてきてます。はい、ですけども、一応ね、ニュースで取り扱った時からは、その時は11円ぐらいだったので、まだそれ、から比べるとね、7、8円ぐらい高い金額で推移はしているんですけど、ちょっとね、上がりきって、今売りがかかって落ちてきているという状況になっております。 15% ぐらいマイナスだったかな、昨日あたりから比べると。で、上から下に、はい、こちらね、魂の明太子あきずさんからね、いただいた、はい、配信でやっておりますので、もしよろしければ、明太子が好きな方、もしよろしければ、この画像の中に奇跡の冷蔵庫の中に神棚を作るというね、奇跡の画像がございますので、そこだけでも見ていただけたら、嬉しい限りでございますので、よろしくお願いします。そしてこちら、ちょっと皆さんに見ていただきたいのがこれでございますね。皆様本当にね、ありがとうございます。はい、こちら、ハロウィンジャンボ宝くじでございます。もう宝くじマン TV になっているんでございますけれども、まあ、年末にね、差し掛かってきて、あちらでございますよ、年末ジャンボ宝くじが。私もね、どうでしょうか、3年に1回ぐらいのペースで、だいたいなんかこうね、気分が向いた時に買ったりはするんですよ。買ったりはしております。でも今までね、ごめんなさい、一回も当たったことないですね。当たったことない。ですけども、ここはね、もうね、皆さんに、言いました。はい。もうとにかく、当たりたいなんじゃけども、当てに行く。もう今回は当てに行くという形で行きますので、年末ジャンボの前哨戦ということでね、一応このハロウィンジャンボ宝くじ。あと、3日間ぐらい確か残っていたかな。ちょっと開きますよ。
はい、ここ開いたらわかると思いますけれども、もう見てください皆様、98名の方がね、私が紹介してからも本当に、はい、もうこちらでももうチームメンバーとしても本当に肩組んでね行こうと、もう宝くじをもうね掴みに行こうという形で、サムライソウルさんがね、作成をしてくれましたよ。ですからもしよろしければこちらツイッターの方にね、私、このビットマン TV のこの共同購入のね、宝くじの共同購入のグループを、まあ私主導じゃないんですけども作っておりますので、もしよろしければあと3日間です。はい、あと3日間で、一応ハロウィンジャンボ宝くじの締め切りになりますから、ここは年末ジャンボ宝くじに向けてのね、ちょっと前哨戦ということで、ちょっと使い慣れをね行うために、今回もしよろしければまあ1枚だけでも、1枚だけでもね、あの結構でございますので、参加をしていただければまあ容量がつかめるかなと。で、私はもうこれはね皆さんに宣言しておきましょう。今年の年末ジャンボ宝くじぶち込みます。はい、本当にぶち込んでいく、まあどれぐらいがぶち込むっていう金額になるかちょっとわかりませんけども、私なりにぶち込まさせていただきますので、まあここはねよろしくお願いいたしますと。よろしく、まあそこもね、まあいわゆるエンタメ要素として、まあほらあれじゃないですか、仮想通貨だけじゃなくてね、いろいろな人生の楽しみっていうものもこういったところに広げていってもいいんじゃないかなって思うんでございますよ。はい、やっぱりねこう仮想通貨業界の、YouTuber の方を、こうね皆さん多分いらっしゃると思うんですけど、私はまだ YouTuber でね、もう少し皆さんもう少ししたら私も YouTuber として羽ばたける日がねもう少しで来ます。そうなったら自分自身で YouTuber というところを全面に押し出していこうかなと思っているわけでございますけれども、まあね、YouTuber の方がいらっしゃいますよ、日本の国内でも。あ、それこそごめんなさい、ちょっと話変わりますけど、モーシンさんでしたか。モーシンさんがね、なんか5万人を、すごいですね、おめでとうございます。本当にね、モーシンさんおめでとうございます。やっぱりすごいですね、本当にね、あのイケメン風のもうね背景からしてもうおしゃれでしょうというわけでございますよ。はい、もうあの方がね5万人を突破したらしいですよ。はい、すごいですねやっぱりね。まあ YouTuber の方、仮想通貨業界の YouTuber の方ね。まあ、人数はどうでございましょうか。1万人を超えている、日本の仮想通貨 YouTuber の方っていうのはそう多くはないんですかね。多分数えるほどなのかな。100人とか200人とか、多分いるレベルではないと思うんでございますけれども、私もね、一応、先ほど言いましたように1万人というものすごく大きなね、節目を突破して YouTuber として羽ばたいていきたいと思いますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。それにしても、モーシンさんね、この今、宝くじの公式サイトを開いた状態で言いますけれども、本当に本当にねおめでとうございます。モーシンさん、もしよろしければこちら参加していただければ、はい、もしよろしければよろしくお願いいたします。まあね、私のこのチャンネルなんて多分聞いていないと思いますけれども、もしね聞いていただけているんであればでございます。ここまで聞いていただいているんであれば、ぜひともね参加していただければ、私もうドキが胸もうねやばい状況になりますので、ビットコインが10万ドルをつけるよりもワンチャン嬉しいです。はっきり言いますけども、ビットコインが10万ドルをつけるよりもワンチャンね、モーシンさんがここに参加してくれること自体が嬉しいでございますので、よろしくお願いします。私ね巻き込もうとしております、ごめんなさいね、よろしくお願いいたします。はい、でまあまあそこはね冗談でございますけれども、本当にね皆様にね、ありがたき嬉しきことに、一応私が紹介した時がね30名様ぐらいだったんですよ、参加人数の方が。ですからもうそこからもう60名ちょっとぐらいの方がね、参加をしていただいて、共同購入枚数も見てください、なんと883枚です。どうしましょう、一等当たったらどうしましょう。前後賞狙いで行きますからね、私。ですから、連番も購入しておりますので、私が当てに行きますから、よろしくお願い。これ誰が当たったかっていうのは分かんない。さすがに分かんないですよね。分かんないと思いますけれども、一応ね、私は年末ジャンボ。やっぱりこれはね、1000名様の参加人数にしていきたいなと思ってます。ガチで。ガチです。はい。で、共同購入枚数もね、やっぱりどうでございましょうか。例えばね、まあ、3000円分ぐらいだったらいいよ、という形でね、していただければ、もしかしたらこうね、1万枚ぐらいが共同購入枚数になると思いますね。いや、1万枚もあれば、いや、当たるんじゃないですか。いや、てか、いや、当たるっしょ、みたいなね、感じで思っているんですけど、ていうか、私、もう3枚で当てようとしますから、前後賞合わせて3枚で当てようと、私が購入した中の3枚で当てようとしてますから、よろしくお願いいたします。はい。ですからね、こういった形で、ちょっとね、こう、仮想通貨業界から、まあ、離れてというか、ちょっとした楽しみとしてね、季節ごとの楽しみとして、こういうのもね、こう、みんなでやっていけたらな、というふうに思っておりますので、ぜひともね、よろしくお願いします。こういうふうに宝くじを購入するお金を、まあ、相場で稼ぐというのでもいいじゃないですか。ここで稼げた方はね、ちょっとぐらいでも入れていただけたら嬉しきかなということで、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。あと3日間でございますので、こちらね、会員登録をしていただいてから、共同購入とグループに参加するというところを押していただいて、枚数とか、
を設定していただければ、購入ができるようなね形になりますのでよろしくお願いいたします。はい、セット売りとあとはあのバラで何枚購入しますよっていうのがあのおそらくあると思いますので、まあおそらくというかあの私もいやあの買ってますから、買ってますからありますので、そこはねよろしくお願いします。もしわからなければ私テレグラムの方で無料のねオープンチャットをやっております。はい、私主導じゃなくてこちらバディご協力のもとね、作らさせていただいたんですけれども、もう今1500名ほどを、突破いたしまして、パイナポー TV というテレグラムのねオープンチャットあります。無料でございます。はい、そこに入っていただいて、宝くじの購入の仕方がちょっとここわかんないんですけど、まあすぐわかると思います多分、もしわかんなければねわかんないんですけどというふうに言っていただければ、こちら結構でございますのでよろしくお願いします。はい、対応はね、管理人の方が、まあ、対応はしてくれるかなと、もしくは管理人の方でなくても、購入をした方がね、もう優しいお兄様お姉様方がもうたっくさんいらっしゃいますので、ここはね質問していただければ結構かなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではね、今日の、一応ね、あちら案内になりますので、もしよろしければねお願いいたします。そして行きましょう行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、まあ盛りだくさんでございますよ今日も。まずは重要ニュースが4つ、はい、4つございます。やっぱりね土日よりは月曜日もねそうなんですけど、あまりね重要ニュースが出てきていないと、やっぱり火曜日あたりから動いてくるのかなという感じ。そして、チャート分析に関しましては、ここもね盛りだくさんでございましょう。ビットコイン、そしてイーサリアム、そして、リップルでございますね。リップル、はい、そしてライトコイン、そして BNB でございますね。そして同時コインでございます。そしてディセントラランドのマナですね。マナ、そして最後締めくるのは今調子がよきよきジムーン、ジムーンを見ていきたいと思います。 XYM ジムーンでございますので、皆様19日火曜日の第1部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグお願いいたします、お願いいたします。ちょっとごめんなさいね。はい、大丈夫でございます。はい、行きましょう。まずは重要ニュースをちゃくちゃくと言ってね、ちょっと一回こうやって間を置いてからのチャート分析いきます。やっぱり最近ね、収録が保存されないと、ちょっとドキドキ、途中でいきなりブシーって切れたりするんで、これでほんとね、もう一回ほら、収録し直しとかいうことが何回かあったので、ちょっと一回切ってね、すぐ、また収録し直しますので、よろしくお願いいたします。まずは、お一つ目、こちら。喉の調子もね、ちょっと良くなってきましたよ。うん。やっぱり昨日の蜂蜜が効いたのかなっていう感じ。本当にね。すごとほら、瓶入りの蜂蜜じゃなくて、酢で売ってるやつじゃ、あるじゃないですか。スプーンですくうやつ。すごと食べるやつ。あれをね、ちょっと買ったんですよ。そしたら結構喉の調子がね、本当に良くなってきて。うん。今全然咳出てないでしょ。ですから、まあ、やっぱりね、本当に皆様から、本当にね、私の体のことを気遣っていただいて、もうお前病院行けと、ガチで行けと本当にね、言っていただいて、もう本当に嬉しきかなで。で、まあそれもね、あって行ってなかったんですけど、やっぱり行ってもほら、やっぱりこれぐらいね、1日の配信2回と、あとはほら、仕事関係ね、ここで私もペチャクチャ喋りまくっておりますので、やっぱりここがあるので、うん、やっぱりお医者さんからはね、お前も喋るなっていう風に多分ね、言われると思うんですよ。おそらく、ノンストップでね、1日ね、7、8時間喋りまくっているんで、8時間喋っているので、ちょっと喉を和らげようかっていう風に言われる。それはもう目に見えて分かっているかなということでございましょうから。まあ、今週ね、もし本当にこう治らなければ行こうとやっぱり思っておりますので、ちょっとこう蜂蜜の力をね、自然の力を借りて行こうと思いますので、よろしくお願いいたします。そして行きましょう。ちょっとごめんなさいね。飲ませてください。喉の調子も結構いいですよ、本当にね。うん。行きまーす。はい。市場動向ということで行きましょう。暗号資産の時価総額、過去最高を記録したということでございます。はい、行きましょうよ。ビットコインは6万2000ドル付近。はい。時価総額はね、過去最高をつけてるんですけど、史上最高値はもうすぐです。もう手の届くとこにいますからね。いきますよ。ビットコインは、18日。6万2000ドルに向けて上昇してきたと。で、暗号資産全体のね、時価総額は、過去最高の約2兆5000億ドルに達した285兆円以上に達しているということですね。ビットコインの価格上昇の大きな要因は、いいですか？アメリカの、まあ、SEC ですよね。15日、ここですよ。プロシェアーズのビットコイン、ストラテジー ETF、先物 ETF でございます。これを承認したことで、同 ETF は19日ですね。本当は、18日っていう話だったですもんね。だけど19日に、ニューヨーク証券取引所で取引が開始されると。で、ビットコインは、ビットコイン先物 ETF の承認をね、前に強気のセンチメントが改善し、1ヶ月間で約 30% 上昇。
で、CME ね、シカゴマーカンタイル取引所はすでに、イーサリアム先物を提供しているので、イーサリアム ETF がすぐ後に続くだろうというふうに暗号資産取引会社の QCP キャピタルはテレグラムに書いているということでございますね。で、多くのグッドニュースはすでに織り込み済みであると。で、ビットコインは史上最高値まであと3000ドルに迫っていますと。で、短期的には史上最高値をね、超える動きが起こる可能性が非常に高いというふうに、このデイリー FX のアナリストの方がコメントしているということですね。で、テクニカルチャートでは4月に記録した史上最高値6万3000ドル付近に強いレジスタンスがあり、はい、短期的にはだから今抑えられてますもんね。6万2900ドルっていうのが直近最高値だったかな、おそらく。ですからもうね、今レジスタンスが6万3000ドル一歩手前でかかってるので、ちょっとそこが今、頭打ちのラインになっているかなという感じ。そこを抜けていけばね、史上最高値チャレンジっていうのはもう目に見えてわかることかなと思いますし、どこまで金額をね、もう史上最高値超えていったら伸ばしていくのか、もう7万ドル、7万5000、7万7000、ここら辺8万ドル、やっぱりこの付近、もう7万ドル以上というフェーズをね、やっぱりつけていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、もうね、大相場が、爆発相場がね、来る可能性が本当にものすごくあっという間の期間で、10万ドルっていうところをつけていく可能性もここはね、なきにしもあらず、もう未だかつてないものすごいね、数のイナゴが形成される可能性がありますので、ビットコインのいわゆるね、ムーンでございます。もうムーンを超えたマーズでございますよ。マーズがね、起こる可能性が皆様ありますからね、これはね、期待したいところでございますね。行きましょう行きましょう。はい。で、短期的にはいいですか、上値を抑える可能性があると。また指標によると価格は 10% 近く下落した7月以降を最も買われすぎとね、なっていると、これは買われすぎの領域にちょっと入っていたかなという感じ、RSI 値的に言うとね。ちょっとそれも見ていきましょうかね、後でね。で、上から下にいきますよ。加熱する先物市場ということでいきます。はい。SEC がビットコイン先物 ETF にゴーサインを出したことで、CME のね、ビットコイン先物の縦玉は、15日最高記録を、過去最高で、ね、記録したと。で、バイビトのデータによると、CME のビットコイン先物の縦玉、未決済の契約は15日、36億4000万ドルとなり、今年2月に記録した32億6000万ドルを上回ったということですね。で、一部のアナリストは、最近のレバレッジ、ポジションの増加を受けて、先物市場の過熱をね、警告していると。ですから、調整が入るかもっていう風に言ってる方もいるんですよ。だから、まあ、昨日もね、サムネで、載せましたけれども、ちょっとね、怖いところ、どっちなのか、一回調整挟んでバーンと反発で行くのか、どうなのか。だから、調整を挟むっていうのが、いわゆる事実売りとなってね、調整を挟む可能性がありますので、そういった意味合いも含めてね、どっちに行くかわかんないなって、ちょっと悩んでいる方は、なかなか入りづらいかなというところでございますね。で、行きましょう。今日のボラティリティは、高いレバレッジの先物市場に牽引されたようだと。で、最も強いサポートレベルは5万4000と5万6000にあるということですね。クリプトクワントは18日ブログに書いていると。で、アルトコインの状況ということですね。まあ、ここも、一応ニュースとして上がっておりましたので読んでおきましょう。フィッチ、はい、ステーブルコインのリスクを警告ということで、はい、格付け会社フィッチ レーディングスは、はい、いきますよ。ステーブルコイン発行者が保有するコマーシャルペーパーなどの短期債の保有額は今後 2,3 年でね、 MMF、マネーマーケットファンドの CP、いわゆるコマーシャルペーパーの保有額を上回ると予測したということですね。で、ステーブルコインは運営リスクなどにより1兆1000億ドルのコマーシャルペーパー市場を混乱させる可能性があるとフィッチは述べたということでね、アルトコイン状況がまず、ステーブルコインのリスク警告として、上がってきております。はい。まあ、これはね、ちょっとこうね、まあ、嫌なニュースでございましたね。あまり良いニュースではないということですね。ですからこれがあるので、どうでございましょうか。例えば、機関投資家の方々がね、入るのを渋ったり、していく流れにもなっていくなと、こういったね、ステーブルコインのリスクがあるとでございますよ。はい。だって、どの道テザーとかを挟んでいかないといけなかったりもするので、そのテザーの価格変動が起こると、当然、まずいっていうことになるでございましょうからね。ここは、やっぱり注意。この、USDT でしょうか。そこのね、リスクが警戒されているということでございますね。はい。で、テラとか、まあ、エコシステムが成長ということで、あ、ごめんなさいね。びっくりしました。今、いきなり、収録が止まったかと思いました。ごめんなさいね。行きましょう。テラってのはルナですかね。ルナ。エコシステムが成長ということで行きますよ。ブロックチェーンテラでは、来年前半に160以上のプロジェクトがスタートすると、クリプトスレイトは、伝えたと。で、テラは最近ね、アップデートを行い、ネイティブ暗号資産のテラと、ステーブルコインのテラ USD。を他のブロックチェーンと簡単にね、送受信できるようになったということですね。で、暗号資産テラの価格は年初から50倍以上に上昇し、時価総額は140億ドルに達しているということでございますね。で、あとはクラーケンに、フローが登場ということですね。
行きましょう。うん。暗号資産取引所クラーケンは18日、アメリカとカナダで暗号資産フローの取引と、ステーキングを開始したと発表したと。で、ダッパーラボが開発したブロックチェーンフローは、今年 NFT が盛り上がる中注目を集めている。うん。ネイティブ暗号資産のフローの価格は年初から2倍になり、時価総額は44億ドルに達しているということで、このフローって、なんかロックが解除されたって言って、ませんでした。直近なんかニュースで上がってたような気がするんですよね。そっからバーンってなんか半値ぐらいまで落ちて、そっからまた復活してきたみたいなニュースがちょっと流れていたかなーっていう感じもするんですけど、だったような気がします。ですけど、まあ一応クラーケンにねフローが登場。まあクラーケンって言ったらね、まあ最近で言うと、ちょっと今最近調子が悪いね、シデンネットワークの SDN もねクラーケンに、上場した、まあいわゆる大手の取引所でございますよ。まあ、話は変わりますけど、まあ SDN ねちょっと今元気がないので頑張っていってほしい。まあ私自身は、一応ね、買い集めを今行っているような状況になっておりますから、まあ注目をしている方もね何名か、まあ何名かというか、まあ多くいらっしゃると思いますからね。ここも、うん、日本初のプラ、あちらですか、ブロックチェーン、ちょっとごめんなさい、名前をどう忘れちゃいました。はい。まあ、通貨ということで、日本の取引所にもね、今後上場してくる可能性が、まあ、少なからず、まあ、他のわけわかんないものよりはあるかなと思いますので、ちょっと期待をしていきたいところでございます。SDN の話になってしまいましたけども、まあ、こういった形でね、アルトコインの状況がありますよということでございます。はい、次行きましょう。次はこちら。はい。ここね、まあ、また、ETF 絡みの話がありましたけれども、もう一発言っていきましょう。はい。ビットコイン、まあ、アメリカ発のね、ビットコイン先物連動型上場投資信託。はい。プロシェアーズのビットコインストラテジー ETF は、19日に、うん、ニューヨーク証券取引所で、ティッカーシンボルがビトでいいんですかね。で、取引を開始。で、プロシェアーズの CEO であるマイケル・サピル氏は、今回の取引開始は、重要なマイルストーンになったと述べたと。で、行きましょう。うん。ビトは、投資家に資産クラスへの便利で流動的なアクセスを提供する ETF のレガシーを引き継ぐものだと。で、1993年には初の株式 ETF。そして、2002年には初の債券 ETF。そして、2004年には初の金の ETF が上場したと。で、今年2021年は初のね、仮想通貨連動型の、まあ、ETF として記憶されるだろうということです。はい。で、さらに、サピア氏は、ビットコインの ETF がね、ニューヨーク証券取引所に上場することで、うん、伝統的な金融市場のね、投資家に、膨大なエクスポージャーがもたらされてると指摘したと。まあまあ、いわゆる、リスク的なものでしょうか。ちょっとごめんなさいね、飲み物飲ませてください。うん。そうですね、膨大なエクスポージャー。はい。まあ、リスク的なものが、まあ、もたらされますよと。で、ビトは、証券会社にね、口座を持ち、株式や ETF を購入することには慣れているが、うん、仮想通貨プロバイダーに別口座を開設して、ビットコインウォレットを作成する手間や、うん、学習曲線を経ることを望まない。うん、あるいは、これらのプロバイダーが規制されておらず、まあ、危険ですよ。まあ、危険というかね、やっぱり規制がないのでってことでございましょうかね。規制されておらず、これですね、セキュリティリスクがあるのではないかと懸念をしている多くの投資家にビットコインへのエクスポージャーを解放、まあ、リスクをね、解放することになってしまうよということがね、まあ、これは指摘をしていますよということでございますね。まあ、これを言ったってことは、いわゆる規制関係を早くね、まあ、しっかりしていきましょうよっていうことも言ってるんですかね。セキュリティ関係もちゃんとしていきましょうかということを言っているんでございましょうかね。まあ、取引所関係に対しても、まあ、そういったことかなというふうに思いますけれどもね。で、SEC は15日に、うん、プロシェアーズのビットコイン ETF のね、登録申請を受理したと。で、また、同日、SEC は、ダルキリーのビットコインストラテジー ETF をナスダックにね、上場させるための登録申請を受理したということですね。ですから、この先物 ETF に関しては、やっぱりね、こう、うん、他のところもね、承認って、がされるんじゃないかなというふうに流れとしては来るんじゃないかなと思いますので、今後のやっぱり、うん、ニュースにはね、またまた注目しておくべきでしょうし、やっぱり来年に向けてのね、現物の ETF への期待感もね、より一層高まってくるでしょうから、やっぱりここに対しても期待をしていきたいところ、もうとにかく第一歩を踏み出したということでございますから、期待感を込めてね、いきたいところでございます。はい、次行きましょう。こちら、行きまーす。はーい。なかなか開きませんね。ちょっとごめんなさいね。先にこっち行ってみましょうか。ちょっと待ってくださいよ。はい。
開けました。ごめんなさいね。はい、行きまーす。はい。アメリカのコインベース。うん。まあ、ETF の関係の話は終わりですね。アメリカのコインベースが仮想通貨3銘柄をね、新規に取り扱いしましたよということで、やっぱりニュースに、これはね、押さえておくべきでしょう。ニュースに上がってきておりました。うん。まあ、上場ペースがね、早いですね。やっぱりコインベースさんがね、今ね。行きましょう。うん。コインベースプロが19日、3銘柄の上場、新規上場発表。うん。新たに取り扱う通貨は、アーパチェーンですか？アーパチェーン、ARPA。そして、ごめんなさいね。オークションという通貨。うん。バウンスですかね。で、あとは、パーペチュアルプロトコル。パーペチュアルプロトコル。うん。PERP の3銘柄ということですね。はい。ごめんなさい。私知りませんでした。この3銘柄は。で、取引は19日9時以降に始まるというと。で、まあ、取引ペアがこういった形でね、乗っております。まあ、テザー。うん。あとは、アメリカドルであるとか、ユーロとかね、こういったものが、一応ね、取引ペアとして挙げられてますよということですね。で、上から下に。いきますよ。銘柄の概要、ここは一応押さえておきましょうか。うん。ARPA というのは、イーサリアム基盤のプロジェクト、ARPA チェインのネイティブトークン。で、ARPA チェインは、プライバシーを持つスマートコントラクトやデータストレージを可能にするコンピューテーションネットワークだということですね。はい。で、バウンスは分散型オークションプロトコル、オークションのトークンで、ガバナンスやインセンティブとして利用される。で、PERP は分散型デリバティブ取引所、うん、パーペチュアルプロトコルのガバナンストークンで、はい。分散型デリバティブ取引所のガバナンストークンだと、はい。で、ステーキング機能を持つということですね。はいはいはい。で、パーペチュアルプロトコルでは複数銘柄のレバレッジ取引ができるということで、 PERP がちょっとこうね、私どもにはイメージがしやすいものなんじゃないんですか、なんとなくね思いますけど、あとはバウンス、オークションプロトコルのートークンっていうのもちょっとこうイメージしやすいかなという感じ、うん、ですよね。こういった形で、まあ、上場しているということで、あ、ごめんなさい、一応ここに関してはね、あちらチャートがまだごめんなさい、見てなかったので、もしね、今日の第2部で、うん、調べてみて、まだ上がりがなければね、皆様にお伝えしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら、今日の最後ですね。ここは、大きいニュースじゃないですか？うん、かなり。行きます。ちょっとごめんなさい。なんか接続が悪いですね。ちょっと一回戻りますね。こっちで開くかなという感じなんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい。ありました、ありました。あ、来ました、来ました。はい、行きましょう。行きまーす。はい。バイナンスがですね、730億円規模の BNB、バイナンスコインのバンをもう実施したということで、これね、めちゃくちゃね、タイミング良かったですね。はい。あちらでございます。三角持ち合う BNB、抜けていった。後で見ていきましょうかね。抜けていったということで、ちょうどタイミングよくね、うん、ニュースが上がってきております。いきますよ。暗号資産取引所バイナンスは、17回目のバイナンスコインのバンイベントを実施。で、今回は、約730億円に相当する、140万近くのトークンがね、流通市場から排除されたというと。で、今回、バンされたのは、133万5000 BNB で合計、これ以外、まあ、かなりね、大きい金額。このドル相当にね、ドルに相当すると、130万 BNB です。で、過去最大規模のバーンとなったということでございますね。で、前回のバーンイベントは7月に行われたもので、うん、約130万トークンがバーンされている。うん、だから今回140万と近くのトークンがバーンされている。まあ、同じぐらいのートークンですよね。で、バイナンスは四半期ごとにね、バーンを実施すると。で、BNB については、2017年ローンチ時、うん、全、供給量の半分、ここ重要ですよ、半分に相当する1億トークンをバーンすることがね、計画されており、うん、17回目のイベントを経て、まだ 16.6% の供給量がしか減少していませんよということですね。ですから、あと 33% ぐらいまだ残っているということ、四半期ごとにバーンされますからね。で、またバーン数はバイナンスの四半期取引データをもとに決定されますよということですね。まあ、こういった形で BNB が、うん、バーンされたということで、今金額にもね、やっぱり影響を少なからずも与えているのかなというふうに思っておりますし、やっぱりこれはあちら、バイナンスのね、まだ CEO ですかね、ジャオチャンポンさんがもうBNB 1枚あたりの金額を1000ドル以上にね持っていくぜっていうふうに言ってますから、やっぱりこれはこのバーンもね相重なって、やっぱりこう1000ドル以上の金額には、あとはそのビットコインのね大盛り上がりが見せてきて、本当に大相場に突入してきて10万ドルとかいうね金額をつけていった時には当然でございますけれども、他のあるところも上がってくるでしょうし、特にこのね取引所への資金流入が多くあるでしょうし、この BNB つまりバイナンスへのね、いわゆる取引所の需要も高まってくるでしょうから、使用量も増えてくると思うんですよ、 BNB 自体の。だって BNB 持っていたら取引手数料が安くなったりとかするん
ですもんね。一応、うん、そういった形になっておりますから、やっぱり、あちら、うん、バイナンスで取引をする方は BNB を購入して、こうね、いろんな通貨の取引をしていくという方もいらっしゃるでしょうから、やっぱり需要も、BNB に対する需要もね、増えていく。つまり、バイナンス自体が成長していけば BNB の需要が当然高まってくるっていうのが取引所通貨。うん。これはバイナンスだけじゃなくて他の取引所の独自の通貨ね。例えば、ビットゲットであれば BGB とかね、いうものもありますし、例えばバイビットであるんであれば、今ね、まあ、バイビットが作ったわけではないんでございましょうけれども、あれビッダオですよ。BIT ね、ビッダオ。うん。あれが、まあ、事実上のバイビットの取引所通貨なんじゃないかなとか、いうふうに言われてますし、あとはフォビーであれば HT とか、フォビートークンっていうやつですよね。ああいったものが、やっぱり注目を。あとはどうでしょう、gate.io だったら GT とかですかね。GT とか。いうのも、やっぱりあります。ビットルーはごめんなさい。ビットルーごめんなさい。何でしたかね。ごめんなさい。ど忘れ、忘れてしまいました。うん。ビットルーもね、取り扱い、取引所の独自通貨がありますから、やっぱり、こう。なんて言うんですか、取引所の成長に期待をかけて、その取引所通貨っていうものを、購入していくのもね、一つの手でございますからね。だから、最近であれば、バイビット、ビットゲットさんですか、ごめんなさい。ビットゲットさんだったら、例えばほら、あちら、サッカーチームのね、ユベントスでしたか、ユベントスと提携を結んだということです。お、サッカーチームですよ。うん。ですから、こうね、名前が、ビットゲットの名前が広がっていて、取引をする方が増えるかもしれませんので、そういった形で、一つね、こう、取引所の通貨に関しても、注目をね、しておいてもいいんじゃないかなーっていうふうに思っておりますので、ここはね、そこ、うん、まあ、今私が言ったことをね、ちょっとね、気にかけておいて、あ、この取引所、今後成長 しそうだなーっていうふうに思う方がいるんであれば、取引所独自の通貨をね、買っていくのも一つの手かなというふうに思っております。はい。やっぱり買えば、手数料も安くなりますからね、これはこれで一石二鳥なんじゃないかなというふうにね、思っております。はい。まあ、こういった形でバイナンス BNB がバーンされたよということで、一応頭の中にね、パチッと収納しておいてください。はい。それでは、本日の重要ニュースは以上となります。そして、そして、本日のチャート分析パパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします。お願いいたします。というか、その前に一旦時飛ばし。はい、再開していきたいと思います。ちょっとごめんなさいね。中断している時に、あと一つだけで重要ニュースがちょっとありますので、テレグラムの方でね、私の声優の方が、流してくれていたニュースがあります。うん、こちら、アメリカのね、インベスコが、ビットコインの先物 ETF のね、承認申請を取り下げたということで、先ほどニュースに上がってきておりました。で、ちょっとこれがね、要因なのかわかりませんけれども、金額がね、ちょっと動いております。で、下がってきているんじゃなくて、6万3000ドルをチャレンジしていくような流れでね、上がってきておりまして、それがちょっと見れないんですよ。ですから、もしかしたらちょっとこのニュースをお伝えして、チャートが開かなければ、もしかしたらチャンネル配信初の重要ニュースだけで終わる可能性があります。ちょっとそこはね、ご了承ください。ちょっとずっと待っていてもね、更新がされなかったので、ちょっと行きますね、ニュースだけ。うん、アメリカのね、投資運用会社インベスコが暗号資産ビットコインの先物をね、ベースとした上場投資信託 ETF の承認申請をね、取り下げたということです。で、こうした ETF のね、第1号がアメリカの取引所で、まあ、売り買いを開始すると見込まれる前日のタイミング、つまりプロシェアーズの先物 ETF ニューヨーク証券取引所で取引が開始される前日のタイミングだったということを言ってます。で、インベスコの広報担当者は一応発表文でね、ビットコインの先物に基づく ETF の投入を当面、うん、目指さないことを決めたと。しかし現物をねベースにしたデジタル資産、ETF などこの革新的な資産クラスにエクスポージャーのある商品をね幅広く提供することに引き続きギャラクシーデジタルホールディングスと協力して取り組んでいくと説明したということですね。で、同社はそれ以上のコメントを控えたということですね。なんで取り下げたのか、なんかあるんですかね、裏が。で、申請取り下げの決定は書いてますね。プロシェアーズビットコインストラテジー ETF の取引開始の前日だったと。で、SEC はインベスコのほかバンエックと、うん、バルキリーからの承認申請の期限をね、今月内に控えていると。で、ブルームバーグニュースは14日、SEC がビットコイン先物 ETF の今週の取引開始をね、妨げない可能性が高いと報じていたということでございますね。ですから、ちょっとね、これあまりいいニュース、まあ、承認申請の取り下げですから、別に SEC が申請却下とかいうわけではないので、価格がね、下がってくるのかな、うん、どうなのかなと、下げてくるかなってそこは疑問だったんですけど、逆に上がってきたということでね、ちょっと、どういう風な動きになるのかっていうのはちょっとわかんないので、ちょっとこのね、見ていこうと思うんですけど、ちょっとエラーがね、ずっと発生しているんですよ。ですからちょっとこれね、ちょっともう一回切りましょうか。エラー発生しているので、ちょっと今日ですね、ごめんなさい。急遽なんでございますけれども、チャート分析の方はね、すいません。初です。初なんですけど、一応口頭で軽めに言っておきましょう。ね、注意点だけ言っておきますよ。あとね、ビットコインが、いいですか?ビットコインは、6万3000ドル。
を超えていければアセンディングトライアングル今作ってます。はい、安値切り上げでアセンディングトライアングル作ってますから、これを6万3000ドル上にぶち抜いてきたらね、史上最高値チャレンジに進んでいくんじゃないかなという感じになっております。 OK でございますか。ですが6万3000ドルを超えてからのちょっと1500から2000ドル弱のね、上げっていうのは期待できますので、ここはね、意識をしておいてください。そして、下に関して言うと、先ほどニュースでも言いましたね、5万4000から55万5000、まあその前に6万から5万9000ドル5万9000から6万ドルぐらいでのサポートがね、入ってくるんじゃないかと。これは上昇チャンネルのもともとレジスタンスラインとして聞いていたラインでございますので、ちょっとあの画像が味気ないので、ツイッターの画像を見ながら行きましょう。はい、いう形になりますのでね、よろしくお願いいたします。 OK ですか。ですから5万9000から6万ドルぐらいでの落ちてきても反発狙いでのロングイン、短期並びに FX ではいいですよという感じで意識をしておいてください。よろしくお願いします。上から下に流しながら行きましょう。そしてイーサリアムに関してはもう同じ上昇チャンネル、つまり、ね、あのね、3720ドルぐらい、ここが、サポートラインとして、効いてくるでしょうから、いいですか。下髭ポーンとなって反発してきてますから、3720ドルでの短期並びに FX 勢は、ロングインのチャンスとして捉えておきましょう。ですけども、前回高値が4000ドルだったので、3984ドルだったかな、4000ドル付近ですので、ここでのね、売り圧がちょっと注意。ですけど、当然そのラインを抜けていけば、つまり4000ドルを抜けていけば、次、どこが頭打ちのラインか。4180ドルが頭の抑えラインになりますから、まあ、4150ドルぐらいでね、一応、手締まってもいいんじゃないかなというふうに思っております。短期、並びに FX 勢は OK ですか ?3700 ドル付近で、差し値を置いといて反発狙いで4000ドルで半利確。そして残りを4150ドルで残りを半分流していく感じでいくのがベストでしょう。4150ドルを抜けていけば、史上最高値の4350ドル付近までの上昇は見ていけますからね。一応4150ドル付近を抜けていけば、もう一回ロングチャンスの場所として捉えておいてください。よろしくお願いいたします。そして次行きましょう。はい、リップルでございます。リップル、ごめんなさいね、チャートがないのに、まあ、分析してください。はい、一応頭には入ってますから。リップルに関して言うと、ただいまの価格が100、日本円で124円ぐらいです。で、この通貨に関してはいいですか。ですね、RSI 値が、今ね、50付近を推移してるんですよ。で、上に関して言うと、1.2ドルぐらいだったかな ?1.2 ドルがなかなか抜けられないラインだった、です。で、下に関して言うと 1.2 ドルですね。あ、ごめんなさい、1.02 ドル。1.02 と、だから 1.2 ドルの間で、レンジ相場を作りそうな形になってますから、OK ですか?RSI 値が、中立50付近にありましたので、リップルに関しては、あちら、ごめんなさいね、レンジ相場ね、作りそうな形になっております。で、一応 1.2 ドルを超えていけば、その上のいわゆる三角持ち合いを広い範囲で作ってましたから、三角持ち合いのね、いわゆるレジスタンスライン1.29 ドルぐらいにあります。1.3 ドル付近にありますから、ここまでの上昇はね、一応見ていけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこを抜けていけば次、週足レベルでの広い三角持ち合いが次は意識されますから、その次の、いわゆるね、週足レベルの三角持ち合いのレジスタンスラインである 1.6 から 1.7 ドルぐらいでの頭の抑えになりますからね。OK ですか?ですから短期勝負をしていくんであれば、1.3 ドル付近を抜けていってからロングインをしていくのがベストでございますので、そこはね、よろしくお願いいたします。もう一回開いていきましょうかね。開くかもしれません。開きませんね。もう無理ですね。はい、ごめんなさい。ツイッターで行きましょう。はい。で、次行きますよ。ライトコインなんですけど、ライトコインに関しては、今ね、金額が2万1000円ぐらい、日本円で言うと2万1000円ぐらいを推移しているような形になっております。で、これに関して言うといいですか?ですね、日足の、200日の移動平均線、もしライトコイン持たれている方が いるんであれば見てみてください。日足の方で200日の移動平均線が頭の押さえつけラインになってます。ヒゲつけて反発、押されてますから、その200日の移動平均線をね、クリアしてきてからロングインをしていくのがいいです。OK ですか?で、あともう一つが、日足4時間、ちょっとごめんなさい、そこがうる覚えなんですけど、移動平均線がね、ゴールデンクロスを起こしかけておりますから、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上にブレイクしそうなので、今いい形で、ドルベースでいくと185ドルから190ドルぐらいの間を動いてるんですよ。ですから、先ほど言いました200の移動平均線をブレイクしてきたら、つまりね、190ドル以上をきちんと明確に、4時間、あたりね、ちゃんとつけてくれば、短期並びに FX 勢もロングインのチャンスとして捉えておいてもいいですよという感じ。ゴールデンクロスが発生して、その上の235ドル、ね、私が設定していました。235ドルというところをね、目標値として上に上がっていくでしょうから、そこでのね、利確は推奨でございますので、よろしくお願いします。ですから、1枚あたり、
5000円ぐらいの利益がね、取れていける可能性がありますので、よろしくお願いいたします。はい、OK でございましょうか。そして次行きましょう。はい、ごめんなさいね。ツイッターを見ながら行きますね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。で、次は BNB、バイナンスコインなんでございますけれども、BNB に関しては、これは良きかなです。良きかなです。はい。これね、高値を結んだラインも上に突破してきている。そして、逆三尊も成立してます。逆三尊のネックラインもちょうど上にね、ブレイクしてまして、ちゃんと実践として、つけておりますから、これは、チャンスです。そしていいですか、まあ、チャンスといっても今ね485ドルぐらいをつけてました。うん、私がこの配信を行う前には485ドルぐらいをつけていたかなという感じで、目標価格としたら509ドルですね。509ドルを目標値としてね今捉えられるでしょうから、そこでのね、一旦のまあ利確は一応ね頭の中に置いておいてください。はい、でそこの509ドルというオレンジのラインを突破してくれば、結構強い上昇が680ドルぐらいまでの上昇が見ていけるんじゃなかったかなという感じがしますので、これは遮るものがほぼ何もなかったんですよ、バイナンスコインに関してはね。ですからそこをね、意識しておきましょう。よろしくお願いいたしますよ。509ドルっていうのが一旦の手締まうラインになりますから、お願いいたします。そして次ドージコインなんですけど、ごめんなさい、ここはねちょっとうる覚え、あれ三角持ち合いがこれ形成されてました。うん、三角持ち合いが形成されていましたから OK ですか。ドージコインですから、直近で言うとヒゲでパーンとね押されてると思うんですよ。わかります？今実践で押されているところが、三角持ち合いのちょうどね高値を結んだラインと被ってますから、ヒゲでは抜けているんですけど押されてます。でいいですか、ここから注意。うん、同時コインに関してはそのヒゲの先端部分がねちょうど4時間足レベルか日足レベルの200日の移動平均線がちょうどその値位置で邪魔してるんですよ。 OK ですね。これを皆さんがお持ちのトレーディングビューで確認してみてください。はい、同時コインね、高値を結んだラインを抜けていって、あ、三角持ち合い抜けたかなと思ったんですけど、ヒゲで上端値が移動平均線で押されて落ちてきてますから、ですからやっぱりこのね日足か4時間だったと思いますけど、ごめんなさいね、思いますけれども、200日の移動平均線をちょっと引いてみたらそのラインで頭を押さえつけられてますので、そこを抜けてきたらね短期並びに FXはロングインのチャンスになるでしょうというふうにね、捉えておきましょう。ですけども、その直上に 0.32 ドル、今ね 0.25 ドル付近なんですよ。でその上にね 0.32 ドルっていう青いライン、一応抵抗線がレジスタンスラインとなる、候補のラインがありますので、そのね200日の移動平均線を抜けてきたらロングインのチャンスなんですけど、一応ねやっぱり 0.32 から 0.33 ドルぐらいですかね、ここでの頭の抑えには注意でございますから、そこである程度ね利確を意識しておくのがベストでしょう。 OK ですか。短期勝負の方はねここを認識しておいてください。よろしくお願いいたします。そして行きましょう行きましょう。次はディセントラランドのマナーなんでございますけれども、いいですか。ここはちょっとごめんなさい、チャートがね注意点だけ私書いてますので、もう一回開きましょうか。開いてくれと、あ、開きました。ごめんなさい。開きましたね。もうディセントラランドの真ん中から行きましょう。同時コインが、同時コインがちょっとうろ覚えだったので見ていきましょう。はい。そう。今 0.25 ドル付近で、そうですね。冷やしレベルの、ごめんなさいね。200日の移動平均線が、ここね、頭の押さえつけラインになってますから、やっぱりここを抜けていったら、ここ、先ほど言いました、0.32 ドルのね、青いライン。での抵抗がかかると思いますので OK ですか。この三角持ち合いになってますからね、ここはよろしくお願いいたします。はい、ですから短期並びに FX で勝負をかけたいなと思う方がいるんであれば 0.28 ドルぐらいを実践としてちゃんとつけてきてからロングインをしていくのがねベストかなというふうに思っておりますので、ここは意識をしておきましょう。はい、次行きます。ごめんなさいね、もうディセントラランドのマナから行きましょう。すいません。はい、前半は口頭で行きました。ごめんなさい行きます。ディセントラランドのマナなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.75 ドル付近をね推移しているような形になっております。 OK です。でこれに関しては日足レベルの200日の移動平均線がねこれ頭になっておりまして、押さえつけられておりまして、ここ三角持ち合いがやっぱりね意識をされているでしょうということで、行くならば、やっぱりこのね、通貨に関してはディセントラランドのマナ、上昇を見ていくとも明らかにやっぱりこのね、三角持ち合う上にブレイクした後に、まあ、ロングをね、仕掛けていくのが、買いを仕掛けていくのがいいのかなと思いますので、ちょっと一旦待ちフェーズという感じで、その中にちょうど200日の移動平均線も相重なって被ってきておりますので、やっぱりちょっとね、上値が重い感じがしておりますので、そこは意識をしておいてください。OK でございますか？大丈夫ですかね？やっぱりここ、見ていただいたらわかるように、4時間足レベルでもね、ヒゲつけてバーンと押し戻されてますから、この、先ほど見ました200日の移動平均線っていうのがやっぱり頭の押さえラインになっているのかなと、もうはっきりわかりますからね、ここは注意をしておきましょう。ですからまあこのね200日の移動平均線をクリアしても、どのみち三角持ち合いの 高値を結んだラインが抵抗として効いてきますから、狭いでしょ範囲が。だからやっぱここを抜けてからね入っていくのがベストということで押さえておいてください。そして本日の最後ですね、行きましょう。ごめんなさい、途中まではもう口頭で言っちゃいました。ジムを見ていきましょうかね。はい、行きます。
ジムなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.35 ドル付近をね、推移しております。OK でございますか。で、この通貨に関してはいいですよ、いいですよ。これは、はい。バチ上げする可能性が今ちょっとこれありますからね。ここは期待を乗せていきたいところ。うん。見てください。これね、今ちょうど、安値をずっと切り上げていた、上昇のね、サポートライン上にちょうど今回帰してきました。ですから、押されたとしても、このライン。ちょうど短期の移動平均線が4時間でも上がってきてますけど、0.34 ドル付近までの押されはあるかもしれません。一旦のちょっとした下落があるかもしれませんけど、きちんとここをね、サポートして、として、4時間足レベルぐらいでね、粘っていくんであれば、もうここはね、現物での買い増しとしてはね、いいんじゃないかなという形になっております。はい。直近最高値をもう実践として上にね、ブレイクしておりますし、あとは金額でいくと、どれぐらいでしょうかね。やっぱここですよね。ある程度もたついているライン。うん。このライン。ここ。一旦ね、落ちてきてからのサポートで引っかかっている、サポートとして、まあ、ヒゲまで噛みするとサポート。そして、なかなか抜けづらかった、ヒゲまで噛みした時の、もう、こうね、ポンと跳ねておりますけども、ここもそうですよね。ですから、実践として考えると、ここでしょうね。0.47 ドル付近での、一旦の抵抗は、このもたついていて、特にここですよね、上ヒゲ残して、ズルズルっと落ちてきてますから、このラインはやっぱり、うん、意識はされていくんじゃないかな、というふうに思っております。OK ですか？ですから、0.47 ドル付近での、レジスタンス、ここには注意しておいてください。で、あとは、まあ、フィボナッチエクステンション的、これ引きたいんですけど、引けますかね。あ、これおき、やっぱお気に入りがちょっと開かないですね。うん、お気に入りが開かない。こっちは大丈夫かな。あ、ここはいけそうですね。ごめんなさい。フィボナッチエクステンション的に行くと、どうでございましょう。はい。ちょっと短いんですけどね。はい、こういった形。もうギリギリまで攻め込んでいくと、1のラインが 0.5 ドルなんですよ。1のラインが 0.5 ドル。1.618 が 0.66 ドルなので、先ほど言いました 0.47 ドル付近で、一旦ね、ちょっと抵抗がかかる可能性があります。うん。1に行く前の 0.786 ラインですよね。ドルベースでいくと 0.7 ドルぐらいでの、0.47 ドル付近での抵抗がね、かかってからの1ラインの 0.5 ドルぐらいを目指していく可能性がありますので、ここは期待感をね、乗せていきたいところでございます。ですか。今ジムが強いよと、これはこと来年、うん、2022年にワールドカップありますよね。あそこでシンボルジムが使われていくんじゃないかという話も、てか使われていくんでしょ話もありますし、今後ね取引所への上場、国内取引所への上場っていうのもね、期待感が乗せていけるんじゃないかなと思いますので、これはね長期保有目的の、ね、買い通貨としてやっぱり捉えておいてもいいんじゃないでしょうかということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。はい、ごめんなさい、前半の方はチャートをちょっと見てなかったんでございますけども、はい、こういった形、うん、63,000ドルでビットコインはちょっと流し見でしていきましょうか。先ほど言ったことが全てでございますので、63,000ドルを抜けていけば、うん、こういった形レジスタンスとして効いてますでしょ。ですからここを抜けていけば、安値を切り上げで高値がもう一定値で頭を押さえられてますので、アセンディングトライアングル形成からの64,800ドル、史上最高値チャレンジをしていくでしょう。そして、イーサリアム、はい、こういった形ですね。サポートは上昇チャンネルのここ上端値、ないしはこのね、右上がりの黒いラインですね。黒いラインの一旦ね、上昇トレンドとしてサポート効いておりました。ここでのサポートがもう一回、わかりますよね、押し目ラインとしてこの右上がりの黒いラインですよ、効いておりますので、ここでの買いはチャンスでございます。で、今ね、直近で言うと安値を切り上げたラインが引けるので、この安値を切り上げたラインとこの上昇チャンネルのね、レジスタンスライン、はい、ここ、まあ、今となってはサポートとして効いてるんですけど、このラインがちょっと被るのが明日の朝なんですよ。ですからそこまでもじもじってしていったら、基本的にはダブル黒状態になってますから、支えが入ってグッと上のね4000ドルっていうところをまず目指していってくれるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこに対する期待感を乗していきましょう。そしてリップルですね、ごめんなさい駆け足で言ってますけど、うん、今が 1.096 ドル付近で、先ほど言っていたのが RSI がちょっと見れないのでね、あれなんですけど、下に関して言うとここやっぱり青いラインの 1.02 ドル、上に関して言うとここですよね、1.22 ドル付近ですね。 1.2 から 1.22 ドル付近、うん、ですからちょっとレンジをね、あ、この間でちょっとこう作りそうな感じがしておりますので、 RSI 値がちょうど中立立場ですから、ですからまあ、ここですよね、ごめんなさい、直近高値の 1.2 ドルを超えていければね、まあ、この上昇チャンネルはもう下に割れてますから消しておいてもいいかなと、うん、1.2 ドルを抜けていければ、先ほど言いました 1.3 ドル付近、うん、この付近ですよね、ぐらいまで上がってくるんじゃないかと。で、ちょっとごめんなさい訂正です、うん、三角持ち合いの今レジスタンスラインが 1.3 ドルよりちょっと下側にありますので、ここでの抵抗ですよね、 1.26 ドル付近での抵抗はね注意をしておきましょう。で、抜けていってもやっぱりオレンジのラインが邪魔するかなと思います。これは、うん、レジス
スタンスとして何回か聞いてますしね、やっぱりこれは、邪魔なラインとして意識はされてくるでしょうから、抜けていってからのロングインで、先ほど言いました 1.6 から 1.7 ドルぐらいですよ。この右下がりのね、一番上の右下がりの黒いラインっていうのは、週足レベルで見た時の、広い三角持ち合いのね、高値を結んだラインとして、まあ意識はされてくるでしょうから、このラインを超えていけば、もうものすごい上昇がね、待っているでしょうから、ここは期待感を乗していきたいところでございます。OK でございますか？で、あとは、ライトコインと BNB、ライトコインと BNB を見ていきましょうかね。ごめんなさいね。はい、ライトコインに関しては、こういった形、はい、177ドルがサポートになって190、今185から190って言ってましたもんね。で、4時間足レベルで見ていくと、こういった形ですね。ライトコインは、そうですそうです。ですね、ちょっとごめんなさい、日足に戻りますけど、こういった形、はい。先ほど言いましたように、ゴールデンクロス、はい、が、日足レベルで、もう長期の移動平均線を超えて、ブチッと上げそうなので、ここ、先ほど言いましたよ、200日の移動平均線、日足レベルで抑えられてますでしょ？ですから、この上でね、4時間足レベルで実践として明確につけてくれば。ですから、今ちょうど190ドルぐらいですから、ちょうどこの上で、まあ、ヒゲまで噛みすると、もうちょっと上ですよね。つけてくれれば、上にぐんと192とか193ドルぐらいをつけてくれば、実践として、ぐっと上を目指していくような形になるでしょうからね。ここは期待感を乗していきたい。で、先ほど235ドルって言いましたけれども、その間でね、裏タッチで200ドルぐらいで、抵抗が一旦かかるかもしれませんので、かかりそうな感じもしますからね、そこは注意をしておいてください。ちょっとごめんなさい、訂正が入れました。訂正入ります。よろしくお願いいたします。そしてごめんなさいね、ちょっと時間があれですので、BNB を見ていきましょう。 BNB でございますね。こちら、はい、BNB なんですけども、先ほど言いましたように、いいですか、高値を結んだラインを上に抜けていっている、逆三尊のネックラインも超ちゃんと上に抜けていっているバーもあるね。これはいい形で上を目指していってますよと、 OK な形でございます。はい、で、目標価格は509ドルでございますね。このラインを突破してくれば、直近のこのね、9月ぐらいにあった高値を結んだライン、やっぱりこれがね、ブレイクできますので、その上でほぼ抵抗線がないというのはこういう状況です。もうないので、685ドルっていうのは、だからさっき言いました、史上最高値付近を狙っていくような動きにね、こうなってくるんじゃないかなというのは、それが要因でございます。OK ですか？ですから、もし今、逆三尊のネックラインを抜けていった後に、掴み損ねた方は、509ドルを抜けていってからロングインをしていけば、これはね、チャンスとなりますから、585ドル付近を狙っていけるようなね、大幅上昇が見ていけるでしょうということで、よろしくお願いいたします。はい。そして、今日の最後ですね、ごめんなさいね、最後にまとめますけど、同時コイン、同時コインを見ていきたいと思いますけども、同時コインなんですけど、これです。三角持ち合い抜けようとしたんですけどね、あ、これさっき見ましたかね、抜けようとしたんですけれども、やっぱりこの200の移動平均線で頭を押さえつけられているでしょ。これ言いましたね、ごめんなさいごめんなさい、これ言いましたね。ですから、このラインを実践として明確に抜けてから、ですから、もしかこのね、三角持ち合いをブレイクしてから入っていってもいいと思いますよ。これは、結構力強さが出ている感じがありますのでね、三角持ち合いを上にブレイクしてきてから、ロングインをしていってもいいんじゃないかなと。で、この200日の移動平均線を目指して、一旦は、小幅ですけどね、ちょっと5分の1ぐらい流していただいてからの、上ブレイクしていってから 0.32 ドルぐらい目指していくという流れでもいいかなと思います。これに関しては、どちらか資金の金を見て200日の移動平均線を抜けてからもう安牌切りたい方であれば入っていくか、もしくは三角持ち合い抜けてからもうすぐ入っていくか、どっちでもいいかなという感じがね、いたしております。OK でございますか。はい。そういった形で、ごめんなさいごめんなさい。はい。いきなりね、復活しましたので、ちょっと今日のチャート分析は、ちょっとね、口頭でお伝えしましたけれども、最後にね、軽めに、まとめました。マナからは、マナとジムに関してはね、ガチッとできたかなと思いますので、ここはね、ごめんなさい、ご了承ください。ちょっとここはいきなりね、アップデートができないような形になりましたので、すいませんすいません。はい。ですから、この形で大丈夫ですかね。よろしくお願いいたします。はい。今日の重要ニュースは結構多かったので、ちょっと要注目となるね、ニュースがたくさんありました。第2部の配信ではね、また、復活してきておりますので、きちんと、チャート分析。先ほど口頭でもね、一応、注意点は、軽めにですけれども言っておきましたので、よろしくお願いいたします。とにかく、ビットコイン様、頑張ってあげてくれと、6万3000ドルを超えてくれということで、今日の相場は要注目よ。よろしくお願いいたします。はい。それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そして行きましょう行きましょう。チャンネル登録者様がなんといきますよ、なんと9588名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様のね、高評価であるとか、あとはバットボタンでも全然構いません。はい。あとは、やっぱりね、あちらツイッター、先ほど見ていただきましたけれども、ツイッターのね、リツイート、並びにいいねボタン、これをしていただけるおかげで、やっぱり、新しくね、登録をしてくれる方が多くいるわけでございます。本当にありがとうございます。もし初めて聞かれた方であれば、ぜひともね、私ビットマン TV、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。はい。チャンネル
ル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは本日の第一部の配信以上となります。本当に申し訳なかったです。ちょっとアップデートができなくてね、ちょっと混乱してしまいましたけれども、第二部の配信はしっかりね、できるようにいいアップデートを祈っておきましょう。まあ金額が大きく動くとね、こういった流れになってしまいますので本当に申し訳なかったでございます。はい、それでは本日第一部の配信以上となります。第二部の配信は今日の夜のね、また11時ぐらいに、11、普段通りね流していこうかなと思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。